私、ヤトの本能と戦いたいねん。カグラはある日、いつものように近所の子供たちと遊んでいた。そこで子供たちから妙な噂を聞く。そう、願いが叶う玉のことである。カグラは急ぎよろず屋へ戻るも、銀時と新八の姿がない。カグラは彼らが早速玉探しに向かったと考え、怒り心頭。自身も玉を手に入れるためよろず屋を後にした。待ってろ、あのボケナスども。レディーファーストってものを教えてやる。ある。何やってるね、バカ兄貴。お前と同じ弾を手に入れたいのさ。覚悟するんだね、カグラ。感じる。くらえ。いい加減しつこいね。これで決めるある。宇宙上昇戦隊ロム感じる。くらえ。勝負完了。これで決めるある。よし、余裕あるな。やっと余裕あるな。やっゲットある。たゲットある。疲れたある。ついに全ての玉を集めたカグラ、満面の笑みを浮かべその願いを告げる。私にありったけのスコンブをくれやる。その途端、頭上から雨のようにスコンブが降ってきた。みるみるうちにカグラの体はスコンブの山に埋もれていく。それに負けじとものすごいスピードで食べ始めるカグラ。しかしその量はカグラの腹でも収まらないほどだった。ちょっとやばいある。